どうも皆さんこんにちは、クリムゾンナイトです。今回は生配信中に2つのオカルトができたので切り抜きと合わせて紹介したいと思います。今流れているこの BGM は私が配信中に使用しているカナリアという BGM になります。オカルトの1つ目はこれをガチャを引く前に聞くとピックアップキャラが当たりやすいというものです。過去の生配信を振り返るとBGM を聞いた後にプレミアムガチャでピックアップキャラが出た確率は 60%、 またプレミアムガチャでキントリーが出る確率も 60% となっています。回数はまだ5回ですが、なかなかいい数字ではないでしょうか。続いて2つ目のオカルトはガチャを回す際にやたらと読み込みが長いというものです。こちらはこの切り抜きで確認できるので実際に見てみましょう。53秒のロングフリーズ、これは確定演出かもしれませんね。ということで今回はプレミアムガチャでピックアップのエスワルリアを引くことができました。 BGM のオカルトについてはコメント欄でも当たりましたコメントがちらほらあったので、よろしければ今後のガチャは私の配信を見ながら一緒に引いてみるのはどうでしょうか。それでは今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。